ミリンダのお勉強会。クリスタル美容部員のミリンダがお送りする諦めない若さと美しさの研究。一人で生きてる人なんかいない。必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。幸せの種はみんなの分あるんですよ。まずは知ることからです。忙しい毎日の中で遺伝子のことを考えたことがありますか？細胞が生まれ変わることを知っていますか？諦めない健康と美容の秘密がいっぱい、とっておきの情報をお届けしますね。出会った時があなたのタイミングです。遺伝子ビューティー、キーワードは修復されていく美と健康。もう健康や美容は細胞レベルの話です。美肌力を上げるための美容液、1本で化粧水、美容液、乳液、クリームの働きをする。洗顔後はこれ1本で美肌力はアップ。ムーサー LU セラム D。 気になりだした髪の悩みはふわりシリーズ。気になる前からケアできたらもっといいですね。拡散とビタミン成分の配合で諦めかけたヘアトラブルも解消。さあ、キリンのおすすめですね。今日は、一つだけ紹介しようかな、シートマスク。まず私はこの香りが好きです。私のとっておきの使い方はお風呂の中に、袋ごと入れてしまって、そうすると少し中が温かくなるのでヒヤッとしないのね、はい、でそれを、顔にペタッとつけたまましばらくお風呂で使っていて、でかなり美容液が入っているので、残ったものをこうだんだん首の方にこうしていきながら、最後はお風呂の中に入れてしまって、そうすると体の方も全部、なるほど、結構とっておき情報です。クリスタルのイベントに参加の皆様にプレゼント企画があるので、ぜひご参加くださいませ。拡散情報、細胞は常に書き換えられる。その時になるべくクリアな状態でありたい。年齢とともに足りなくなってしまう拡散を補うことで、あちこちが修復、そして新しい細胞が生まれる。拡散は健康維持に必要不可欠な栄養素です。茅場町にある東京サロンでは、拡散の勉強や遺伝子の話が聞けるセミナーに自由に参加できます。帰りにはドリンクやクリームのプレゼントがありますよ。お茶やコーヒーも飲み放題。イタリリツクセリナさん、ぜひいらしてくださいませ。そして大人のチョコレートショッププールジュールは表参道にあります。ジュエリーショップのようなお店です。ぜひこちらもお立ち寄りくださいませ。拡散ワールドは知った時があなたのタイミング。クリスタル美容部員ミリンダでした。高山さんと変わりますか。あ、はい、あ、でも道なんで、私でいいですよ、びっくりした、もうダメだ、ちょっと危ないです、ました、ナイス、リングいっつも忘れたよね、ビリです、はい、行きます、あ、なかった。じゃあリクエストコーナー、おさむくんに登場してもらいましょう、はい、今日はどんな曲を紹介していただきますでしょうか。今日はですね、あのカーラボーノスというね、ジャケット見た時、あ、懐かしい、なんだっけ曲と思って、そうなんですよ、ね、あれアイルランドのなんか子守歌みたいなんですけど、素敵だよね、綺麗な声だよね、ザ・ウォーター・イズ・ワイルっていう、あ、聞いてみよう、はい、うわ、嬉しい、お願いします、聞かせて、聞かせて、スタジオで。あー、私何度聞いただろう、これ。あのー、持ってたな。ないぞ。どっか入ってるじゃないですか。かなり聞き込んでますね。そうですね。なんか、まあ、CD 自体がもう。ちょっと古いボロ感じですよね。知ってるこの曲？知ってる？知ってますよ。
ブームが邪魔なんですよ。あー分かりやすかった。分かりやすいような分かりにくいようなわーって出ちゃってるじゃん画面に。あそこ全部音浴びちゃってる。口ピーピーピー3つなのに悪くなってすごく底辺のそれ争いですからやめましょう。チーナ、腕上げたよね。腕上げたでしょ。カメラ、いや、そうじゃなくて存在でしょ。存在ここに残されるでしょ。掛け合いがびっくりしちゃった。栗山さんとツーショット。そうそうそう、潰しとかないと。え、誰とツーショット。え、高山さんと。あ、撮ってる、これ撮った。え、いいの大丈夫。しないですね。食べないちゃう。食べないちゃう。寝るなんてする。あるしね。さんも次喋りますか。喋んない。喋んない。ミーティング。ミーティング喋るよ。そうだ。あなたから交代。違う違う。おそぶくんとてこれで。あ、そうそうそう。シンクロから最後は全員喋りますか。5人喋る。シンクロから喋ります。あ、了解です。じゃあどっちでも。あ、どうぞ。キリちゃんが詰めてきた。どうぞ。ガラスのやつで、なさそう。ポテトでやろう。見えないもんね。もういい加減寒いよね、かわいそうに。マリアのこと。かわいいです。ルーディーマサちゃんして、すごい可愛くなりました。受験していいよ。どうしたんですかってまず言われるように。岡山さんが覚えてます。確かに。寝る時間ですよね。寝ないで来て。無理だな。ね、そのまんま。そうそうそう。それでほら、何するほら、ビッチンだと私も着替えがいろいろあるから、ね、で、その間の。もういらないじゃないですか、着替えなんて。このままでお二人、こんなに素敵なのに。じゃあ、なんかあるの？もっと綺麗になる。そう。え、チョコレートなんか持ってきてないよ、私。あ、そうだ。いや、それ、いらないし。あげないし。いらないし。チョコレート。サブ君にしかあげないし。訴えてやる。そんなことでかい。さあ、私たちは、今週の土曜日にですね、はい、ライブがあります、はい、大変なライブです。大変です。だって新年会だったのにいきなりバレンタインライブにしなくちゃいけなかったんだもん。まあまあまあ、してやったぜみ
たいな、うん、ね、来てくれるのかな、来てね、ぜひなるべく、ぜひね、はい、お立ち寄りくださいまして、南青山マンダラで、はい、お昼のライブでございます。ああ、いいですね、土曜日ですね、今回ね、ね、はい、さっきあの紹介したハーベストガーデンの、はい、さとこちゃんの曲がいっぱい聴けるのと、はい、そう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 、ちょっといっか、ここで寝音漫才やってみるの。お、そうなんですか。すごいちょっとだけネタバレだって、いいもん、はい、だっていいもんって、ね、なんだろう今のだっていいもんってね、だっていいもんって、ね、だっていいもんって、あとね、はい、あの方言レクチャー、ほうほうほう、私の大好物な高山ちゃんのがあってね、はい、高山さんなんですか、なんか先生がご登場されると。あ、そうだ、あ、でも僕が口聞かないと来れないんですよ。あ、そうなんですね、高山さん、高山ちゃんに頼まないと、今日のうちに電話してたらいい。あ、そうそうそうあ、ダメなの、あ、ダメ、飲みしてる、8時に寝ちゃう人なの。あ朝早いよ。あ、ほんと、じゃあ明日2時半ぐらいに起きるからで、俺がちょうど飲み終わる頃にかけます。ああ、外の国尾先生ですよ。外の国尾先生、はい、あ、私マスタルちゃんかと思った。呼んでもいいですけど、ギャラ高いですよ、マスタル。じゃあいいや、マスタルちゃん、別な機会にしよう。マスタルジュンですか、はい、外のさんでいいや、はい、で、いいや、じゃあ、よろしくね言っときますよ、はい、言っといて、はい、ドテキャンなしですよ、君さん。しゃ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 、高見ちゃんもちゃんと朝来てくれればいいんだよ。無理ですよ、9時半はじゃあ、外のちゃんだけ来ていいですか。まあ、じいさんだから朝早いですよ。あ、いいね、それは何、2時に起きてだから、ね、またすぐ帰っていいからじゃあそんな感じで、いい、皆さんよろしくね。こんなミーティングなのか。あ、そうそう、これミーティングか。よろしく。何でしょうか。どうぞ、はい、じゃあよろしければ全般